こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。ついに、米国が次期戦闘機の実証機が飛行したとの報道が入ってきました。米国調達開発担当次官補の公式発表後、世界で噂が出回っています。では、今回、この噂について詳しく見ていきますね。これは、日本も、スゴイ F3 戦闘機を開発しなくては第5世代と、第6世代の間に置いていかれるかも。では、噂を探っていきますね。2020年11月、日本でも航空自衛隊の F2 戦闘機の後継機の開発に向けて、海外のパートナー企業の最終選定が進む中、アメリカでも、次世代戦闘機開発に対する新たなアプローチが出現している。この件は、現時点から、2ヶ月ほど遡る2020年8月にアメリカ空軍の次世代戦闘機開発について同空軍の開発担当者が明らかにしたもので、一部の F-15、F-22 戦闘機の後継機に関するものだった。アメリカ空軍における F-15、F-22 戦闘機の後継機はネクストジェネレーションエアードミナンス、日本語では次世代性空戦闘機と訳され、このテスト機体がすでに飛行を行っているという。ただし、この次世代性空戦闘機の外観や開発担当企業、テスト飛行の日程等の情報までは開示されず、ただ言葉のみで、使用の確定以後、わずか1年ほどの期間でそれを実現したと語られたものだ。さらに遡れば、このアメリカ空軍の開発担当者は2019年10月時点で、次世代性空戦闘機の概念、コンセプトを示しており、それはデジタルセンチュリーシリーズと呼称されていた。そのため、今回のテスト機体は、このデジタルセンチュリーシリーズの概念、コンセプトを反映させたものとみられており、近年のアメリカ軍の戦闘機開発を覆す取り組みだと考えられている。そもそもデジタルセンチュリーシリーズという呼称には、センチュリーシリーズと言われている1950年代の戦闘機開発になぞらえ、これを現代に置き換える意図が見て取れる。大元のセンチュリーシリーズとは、1954年から1959年までの、わずか5年間の間にアメリカ空軍が採用した合計6機種にわたる戦闘機群のことで、用途別に複数の戦闘機を調達したものだった。これらは F-100 スーパーセイバー、F-101 ブードゥー、F-102、デルタダガー、F-104 スターファイター、F-105 サンダーチーフ、F-106 デルタダートの各戦闘機であり、F-104 は日本でも採用された。この戦闘機6種類の名称を見聞きしても、個別の機体としてそれらが、商業的にも大成功し、アメリカ空軍の主戦力として有効に機能したのかと問われれば、決してそうとは言い切れない。にもかかわらず、これらセンチュリーシリーズになぞらえた。デジタルセンチュリーシリーズが今また提唱されているのは、F-35 ライトニング2戦闘機のような究極のマルチロール機に対する
問題提起だろう。 F-35 ライトニング2戦闘機は第5世代戦闘機として今や世界中のアメリカの同盟国やそれに準じる国々での採用が続き、総数で5000機以上の生産に達するのではないかと見られている機体だ。しかし、F-35 ライトニング2戦闘機の開発には、少なくとも15年以上の期間を要しており、これほどの長期間を投じて戦闘機を開発することに等のアメリカ自体が方針の転換を考え始めたといえる。F-35 ライトニング2戦闘機は通常滑走路向けの A 型短距離離陸、垂直着陸向けの B 型カタパルト装備の航空母艦向けの C 型と3種の仕様を持つことや、最新のステルス性能、レーダー類が評価されている。ただし、アメリカ空軍ではこの F-35 ライトニング2戦闘機のあり方、成功だけを良しとせず、もっと短期間で複数の用途の機体を投入できるようにすべきだと、デジタルセンチュリーシリーズを打ち出した模様だ。これ、ハイワルユ第5世代以降の戦闘機の進む方向性が、現時点では極めて不明確なことを危惧してのことだと思われ、現在の進化したデジタル技術の活用で戦闘機そのものの方向性の変更や多様化に対応しようとするものだろう。また現状アメリカ空軍では戦闘機をおよそ30年をめどに運用することを是としている。搭載する電子機器の代替や機体そのものの改修などでおよそ15年を超えたあたりからのコスト増加も問題視している。そのため、デジタルセンチュリーシリーズの戦闘機では最大の運用期間をわずか8年とし、近代化改修に要するコスト増を抑え、全機体を入れ替え続けても、トータルコストを1割は削減できるとされている。こうしたデジタルセンチュリーシリーズのコンセプトは、かつての米ソの冷戦終結以降、喫緊の課題として、そこまで戦闘機の更新の必要性が薄れ、長年収益を続けている F-15 イーグルなどとも好対照だ。また、この F-15 イーグルを代替する機体として登場した F-35 ライトニング2戦闘機が生産効率を年々高め、ロットごとに1機あたりの製造コストを圧縮してきた方針の再び大きな転換となる可能性が大きい。次世代の第6世代戦闘機に求められる要件がいかなるものになるのか、無人航空機などの新要素の開発も進む中で、デジタルセンチュリーシリーズのコンセプトが果たして正しいのか、その判断は難しそうだ。